おいしいシチューはまずブイヨンじっくりじっくり煮込みましょう。それ愛情込めて出来上がり。シチューを食べたかった。ああなったらしゃあない。そんなわけで今回はカリウムの化学小話をしようと思うよ。カリウムは原子番号19番の元素で、リチウムやナトリウムと同じアルカリ元素に分類されるよ。カリウムは1807年にハンフリー、デイビー卿が水酸化カリウムの電気分解により初めて単離し、そのデイビー卿により英名のポタッシウムという名前が付けられたよ。ポタッシウムの名前の由来は木塊の英語名のポタッシュで、水酸化カリウムなどのカリウム化合物を得るのに木塊から得られたポタッシュ。つまり炭酸カリウムが使われたことが理由だよ。なんで炭酸カリウムをポタッシュって言うの？木塊は炭酸カリウムを豊富に含むので、昔は木塊を煮沸して水溶性の成分を抽出して、それを鍋で煮て濃縮することでそ、炭酸カリウムを得ていたよ。この作用から鍋の灰、つまりポタッシュと呼ばれるようになったみたいで、現在でも炭酸カリウムの俗称として用いられるよ。なんか灰というと花咲じいさんを思い出すんだけど、そのイメージも実はあながち間違いじゃないんだけど、今は名前の話をしているから後に回すよ。で、英語名がポタッシウムなら、じゃあ日本語名のカリウムはどこから来たのかというと、これは1814年にエンス・ベルセリウスが提案したドイツ語の名前で、元素記号の形もここから来ているよ。ただ、こちらも由来は植物であり、塩性植物であるサルソラカリという植物の灰から塩分が得られたことに由来しているよ。あっちの言語にこっちの言語に忙しいな。カリウムは周期表と自家状のナトリウムと性質が似ていて、かつナトリウムと比べて存在量が少ないので、一部の研究者が味の違いや炎色反応の色で異なる元素である可能性を示しはしていたものの、デイビー卿がそれぞれを単体として単離するまでは両者は明確には区別されていなかったみたいだよ。ただ、明確に物質としては意識されずとも、カリウム化合物は古くから知らず知らずのうちに利用されてきたよ。例えば木塊は古代から体を洗ったり、食器や衣服を洗ったりといった用途に使われていたけど、これは木塊が炭酸カリウムなどを含むアルカリ性の物質だからだよ。確かに石鹸とか洗剤とか、今でも基本的にアルカリ性だもんね。元素としてのカリウムが見つかってからも、19世紀中頃までは木灰からの抽出がカリウムの主な生産方法のままで、そのためロシアやスウェーデンなど森林が豊かな国が主なカリウム産出国だったよ。そして用途も相変わらずの石鹸、洗剤に加えて、ガラスを製造する際になんか温度を下げるための添加剤や、塩素と炭酸カリウムを混合して作る漂白剤など、限られたものしかなかったよ。ただ、1840年ドイツの科学者ユスプス・フォン・リービッキによって、カリウムが植物の生育に不可欠な元素であることが発見されると、肥料としてカリウム塩類の需要が急激に増加し、現代までカリウムの主要な用途になっているよ。植物を育てるための灰？確かに花咲じいさんみたいだね。ただ、さすがに木灰ではさすがに肥料の需要に追いつかなかっただろうけど、同時期にはドイツなどでカリウム塩を含む鉱石の鉱床が発見され、これによりカリウム肥料の工業規模の生産が開始され、現在でもカリウム化合物は基本的に鉱物から生産されているよ。あらら、それじゃあ花咲じいさんとは言えないねー。近代では世界のカリウム消費量の9割が肥料用途であると言われていて、これには主にカリ岩塩から得られる塩化カリウムが、そして、それより1桁ほど少ない量で硫酸カリウムが、他にも条件によっては硝酸カリウム、珪酸カリウム、リン酸カリウムなどが、肥料に使われる場合もあるみたいだけど、消費量としてはかなり小さいみたいだよ。カリウム化合物って一言で言っても色々な種類があるんだね。カリウム化合物の中で最大の生産量を誇る塩化カリウムだけど、より身近なところでは減塩塩の成分でもあるよ。ただ、塩化カリウムは塩化ナトリウムと化学構造的には似ているものの、結構苦味があり美味しくないというのはよく聞く話だよ。前動画参照だね。そして塩化カリウムは、食べ過ぎると死にます。何それ怖い。細胞膜にはイオンチャンネルやイオンポンプという、特定のイオンを選択的に細胞に取り込んだり、細胞外に排出したりする役割をするタンパク質が存在するんだけど、カリウムはナトリウムとともにこれらのタンパク質から細胞膜内外へ輸送されることで、膜内外の電位差の調整に利用されるよ。この電位差の調整は神経伝達を正常に行うために重要な働きなんだけど、
これがうまくいかないと心不全になったり、特定のホルモンの分泌がうまくいかなかったりと体に支障をきたすよ。心不全とか致命的なことにもなりうるよね。これは言い換えれば体内のカリウム濃度がめちゃくちゃになると体のいろいろな機能が正常に働かなくなってしまうということで、一部の国では家畜や野生動物の安楽死および死刑執行に塩化カリウム水溶液を静脈注射して心停止させる方法が取られるよ。おいおい、命を刈り取る形をしてるじゃねえか。特に動物の死体が他の動物に摂取されうる場合は二次的に毒物による中毒が起こる可能性が低い点がメリットになるみたいだよ。なお余談だけど、この安楽死の方法は適切な麻酔処置で痛みを感じない状況で実施すべきもので、なし麻酔状態の動物に対しては不適切かつ非難される方法であるとされているよ。なんか急にカリウムの恐ろしさが増したな。植物や人体に必須元素であることも間違いないんだけどね。さて、塩化カリウムの他の重要な役割として硫酸カリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウムといった他の需要の大きいカリウム化合物の原料になることがあるよ。例えば硫酸カリウムは工業的には主にマンハイム法という硫酸ナトリウムと同じ製造方法で製造されるよ。マンハイム法では硫酸と塩化カリウムを反応させることで硫酸水素カリウムが発熱的に生成し、ついで硫酸水素カリウムが塩化カリウムと反応することで急熱的に硫酸カリウムが生成するよ。このように作られた硫酸カリウムは肥料の他に、ガラスの軟化点を下げるために添加するカリウム源、カリ尿板の原料、減塩塩の成分などに使われるよ。塩化カリウムが形を変えてさらにいろいろな用途に使われるんだね。また、代表的な強塩基の一つである水酸化カリウムは塩化カリウムの水溶液を電気分解することで製造されるよ。まあ、水酸化ナトリウムが塩化ナトリウム水溶液の電気分解で生産されるのと似た方法だね。水酸化カリウムはこれまた液体石鹸や洗剤の原料に使われるし、他にアルカリ電池の電解液にも利用されるよ。そして水酸化カリウムはさらに炭酸カリウムの原料にもなるよ。炭酸カリウムは水酸化カリウムと二酸化炭素との中和反応で製造され、やはりアルカリとして石鹸製造の原料に使われるほか、ガラス製造の原料、そして他に中華麺を作る際に使われる乾水の製造にも使われるよ。さっきから用途が生活地見ているやつばかりだと感じるのは私だけ？そして以前の動画でも取り上げたように、硝石の成分で火薬の原料などとして有名な硝酸カリウムも現代では塩化カリウムを原料に、硝酸ナトリウムとの副分解反応により合成されるよ。昔は自然の力を利用して作ってたけど、今では化学合成できるんだね。硝酸カリウムもなかなか用途が多様で、例えば発色剤としてのハムやソーセージなどの動物性食品に添加され、食品中で硝酸カリウムから発生する亜硝酸イオンがヘモグロビンなどと結合することで、見た目を鮮やかな赤色にする効果があるよ。また、亜硝酸イオンにはボツリヌス菌やサルモネラ菌、黄色ブドウ球菌などの致死性の菌の繁殖を抑制する効果もあり、食中毒予防の意味もあるよ。ハムやソーセージが長持ちするのはそういった添加物のおかげなんだね。そして歯磨き粉にも硝酸カリウムを含むものがあるよ。一部の製品は島剤として硝酸カリウムを配合していて、カリウムイオンが知覚過敏の原因となる上下細管の開口部に移動して、知覚過敏の刺激を低減することが臨床的に実証されているそうだよ。知覚過敏は食事を楽しみにくくするから、それを予防できるのはいいね。また、特殊な用途として太陽熱発電の蓄熱媒体としても硝酸カリウムは利用されるよ。太陽熱発電、太陽光じゃなくて？太陽熱発電は日光を電気に変換するのではなく、日光を集約してその熱エネルギーで発電する手法で、そういった意味で火力発電に似ているよ。この熱を蓄熱し、ボイラーまで伝える媒体として硝酸ナトリウムや硝酸カリウムの混合物が、利用されていて、コストが低い点、溶融塩の温度を550度まで上げることができる点、溶融塩の安定性が高い点などの点が活かされているよ。日本ではあまり聞かない発電方法だけど、こんなのもあるんだね。他に生産量的には少ないけど、ラボでよく使われる化合物として、カマンガン酸カリウム、臭化カリウム、金属カリウムあたりがあるかな。カマンガン酸カリウムは有機合成の酸化剤や酸化還元滴定の滴定試薬、臭化カリウムは赤外光の領域に吸収を持たないので IR 測定の窓剤として実験室で多用されるよ。
金属カリウムは有機合成の還元剤やカリウムミラーなどとして有機溶媒の脱水に用いられるよ。金属カリウムといえば金属ナトリウムみたいに反応性の高い金属だよね。単体のカリウムはナトリウムやリチウムの単体と同様に水や空気と反応するので、交流などに浸して空気、水分を遮断して保存するんだけど、カリウムは原子半径がリチウムやナトリウムよりも大きいため、原子核が最外殻電子を引きつける力が小さく電子を放出しやすくなる。すなはちナトリウムやリチウムよりも反応性が高いよ。なお余談だけど、ゲイ・リュサックはデイビーらがカリウムを発見して間もなくカリウムの研究を始めたけど、1808年の爆発事故で一時的に失明し、その後完全に視力が回復することはなかったよ。やっぱり爆発する物質は恐ろしいな。ただ、こんな反応性の高い物質でも意外とラボの外の用途もあって、ナトリウムとカリウムの合金であるナックは常温でも液体として存在できるほど融点が低く、そのため原子炉などの冷却剤として利用されるケースもあるよ。これはナックが液体であることに加えて、高温下でも蒸気圧が低いことや、熱伝導率が大きいといった長所を生かした用途だよ。なお漏出するという短所が遺憾なく発揮される模様。また、金属カリウムを酸素中で燃焼させることで合成される過酸化カリウムは、鉱山や潜水艦などで空気の生成に利用されるよ。過酸化カリウムは二酸化炭素と反応して酸素を発生させるので、これで空気中の二酸化炭素を酸素に戻すことで呼吸可能な空気にするよ。体内のカリウムとはまた違った意味で生命維持に役立っているね。それにしても、最後にニッチな用途持ってきたな。そんなわけで、以上がカリウムの化学小話だったよ。なんか歴史も長かったし、生命から工業までいろいろな場面で使われる元素だったね。カリウムを含む、という括りで言えばもっともっと多くのカリウム化合物が、工業的にも実験室でも使われているから、もしよければ調べてみてね。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。